どうも、241です。毎週火曜日は1週間のニュースをまるっとお届け。今週は8月4日から8月10日までのニュースをお伝えします。まずは日本バスケのニュースから。東京五輪代表候補発表。日本バスケットボール協会は7日、5人制と3人制の男女の東京五輪代表候補を発表しました。男子日本代表候補には、竹内康介、竹内ジョージ、ギャビン・エドワーズ、篠山隆盛、金丸康介、辻直人、ライアン・ロシター、比江島誠、長吉優也、田中大輝、有本天傑、安藤聖也、橋本康介、富樫勇樹、ベンドラメ・レオ、安藤修斗、渡辺優太、橋本拓也、佐藤拓磨、馬場雄大、シェーファー・アビー・コウキ、渡辺・キュウが選出されました。今回男子は23人選ばれたんですけれども、ちょっとサプライズというか、幾何枠のところですね。幾何枠の候補として選ばれたのは、千葉のギャビン・エドワーズと宇都宮のライアン・ロシターということで、川崎のニック・ファジーカスが今回選出されなかったということで、先日コロナにもかかってしまって、まあちょっと体調が万全ではないっていう事情もあるのかもしれないですけど、東京オリンピックに向けてちょっと世代交代に入ってきたのかなっていう感じはしますね。はい、続いて、2023年のワールドカップへ向けた重点強化選手、B 代表ですね、の候補選手を発表します。橋本拓也、佐藤拓磨、今村啓太、小島エリオット海、ナナ・ダニエル・ダン、ラシード・ファラーズ、平岩源、増田圭介、シェーファー・アビー・コウキ、山本浩太、アイザイア・マーフィー、小坂部大輝、テーブス・カイ、駒水・タイガ・ジャック、赤穂ライター、渡辺・ヒュー、西田・雄大、八村・アーレン、富永・啓生、河村・勇輝、市川・正人、田中・チカラが選出されました。橋本拓也とか佐藤拓磨は A 代表とともにこの B 代表でも選ばれてるって感じですよね。で、あと、テーブス海とか、富永啓生とか、河村勇輝とか、田中チカラとか、新世代のポイントガードがこちらの B チームに選ばれてるって感じですね。あとは、今 B リーグで特別指定選手で入ってる選手とか、このオフに新しく加入した選手ですよね。広島のアイザイア・マーフィーとか、大阪の駒水・タイガー・ジャック選手とか、やっぱその辺の若い世代も楽しみですよね。続いて女子日本代表候補を発表します。高田真希、渡嘉敷来夢、本川早苗、渡辺綾、町田瑠唯、宮沢由紀、谷村梨花、本橋奈子、三好奈穂、長岡萌子、北村優希、林咲、根本春乃、マウリ・エブリン、佐藤七海、加藤優希、永田萌、中田珠美、赤穂ひまわり、宮下紀穂、オコエモニカ。はい。こちらは今まで通り本当にすごいメンツが揃ってるんですけど、若手で行くと、中田珠美とか、オコエモニカとか、勢いのある若手が入っていていいですよね。今回その吉田麻美選手とか、大崎由香選手が外れてしまって、大崎選手は引退を発表されたんですけれども、やっぱり女子バスケも世代交代というか、まだ東京五輪に向けて、若くなってきたなって感じがしますね。はい、続いて 3x3 3人制ですね。男子の日本代表候補を発表します。アイラ・ブラウン、小松正弘、落合智也、小林大輔、長吉優也、藤高総一郎、橋本拓也、安岡龍斗、杉浦雄生、西野陽、富永啓生。このメンバーですね。やはり B リーグ組も結構多くて、アイラ・ブラウンとか、落合とか、小林大輔とか、長吉とか入ってきてますね。あと富永啓生もね、今回入ったということで、海外で活躍する若手ですから、で、本当に 1on1 とかスキルもあって上手い選手なので、個人技の強さが魅力だと思うので、楽しみですね。はい、続いて 3x3 3人制女子日本代表候補を発表します。篠崎美桜、三好奈穂、田中真美子、西岡里沙、永田萌、宮下紀穂、マオリ・ステファニー、山本舞。この8名が今回候補に選ばれてますね。
まあ山本麻衣とか、馬瓜ステファニーとか、東京オリンピックに向けて 3x3 をやってきてる選手が順当に選ばれたなって感じですね。あと個人的には富士通の田中真美子選手とか結構注目してますね。本当にシュート力もあって上手い選手なので。まあ今回男女で5人制と3人制で日本代表候補が選ばれたんですけども、まあ、東京オリンピック、そして男子は2023年のワールドカップですよね。そこに向けて新戦力をどんどん見つけて、どんどんしのぎを削って、より日本代表として強いチームになっていけばいいなと思ってます。はい。続いて B リーグのニュース。横浜 B コルセアーズ、チェコ代表と契約。横浜 B コルセアーズは、パトリック・アウダとの契約を発表しました。このパトリック・アウダは、チェコ出身で30歳なんですけれども、身長が2メートル6センチ、体重が107キロのパワーフォワード。これまで、スペイン、イタリア、フランスなど、欧州のリーグで活躍してきました。また、チェコ代表でも活躍していて、まあ、昨年中国で行われたワールドカップですよね、に出場して、まあ、チェコと日本は同じグループだったので、まあ、日本戦にも出場していて、準々決勝のオーストラリア戦では21得点を記録するなど、本当に素晴らしい活躍をして、チェコ6位入賞に貢献しました。で、アウダは公式ホームページで、日本で次のシーズンを迎えられるのがとても楽しみです。全くの新しい経験、また大きな挑戦になると思いますが、とても楽しみにしています。この機会を与えてくれた横浜の組織とコーチングスタッフにとても感謝しています。いいシーズンを送れるように頑張ります。と意気込みを語っています。横浜は結構過去のシーズンから見ても、外国籍選手をどんどん変えていくっていうスタイルなので、今回このチェコ代表のパトリック・アウダがチームにフィットするかすごく楽しみですね。はい、続いて NBA のニュース。渡邊雄太、シーズン再開後初出場。日本時間8日、グリズリーズがサンダーと対戦しました。渡邊雄太はグリズリーズが大量リードした4クォーター残り3分34秒から出場。まずドライブからフローターでシーズン再開初得点を決めたんですけども、その後残り1分29秒にもフェイダーウェイからのジャンプシュートを決めて4得点ということで、3分34秒の出場で4得点1リバウンドを記録しました。まあ、グリズリーズは現在プレイオフを争っている状況ですので、なかなか接戦だと渡辺の出番がないんですけれども、まあ、今回は大量リードをしたサンダー戦で出場できたということで、本当に良かったですね。はい、続いて。今週の八村塁。ウィザーズの八村塁は4日、ペイサーズ戦に出場。34分間のプレーで9得点、7リバウンド、6アシストを記録。フィールドゴールは12分の4。スリーポイントは1分の0でした。アシスト数で自己最多の6をマークしたんですけれども、試合は110対111でウィザーズが負けですね。で、6日のシクサーズ戦では38分間の出場で8得点、8リバウンド、2アシストを記録しています。フィールドゴールは11分の2、スリーポイントは1分の1。ちょっとまあ、フィールドゴール成功率が低調だったかなっていう印象ですね。で、試合は98対107でウィザーズが負けです。8日のペリカンズ戦では37分間の出場で23得点、6リバウンド、2アシストを記録しています。で、この試合ではフィールドゴールが16分の10、スリーポイントも2分の1とシュートがすごく好調で、再開後自己最多得点を記録しました。まあ、この試合はドラフト1位のザイオン・ウィリアムソンと対決できるかってすごく注目されていたんですけれども、結局ザイオンが試合に出なかったので、共演は叶いませんでしたね。で、試合も107対118で敗北しています。10日のサンダー戦では25分間の出場で11得点、8リバウンド、1アシストをマークしています。フィールドゴールは11分の4、スリーポイントは1分の0。試合は103対121で敗北して、これでウィザーズは再開後6連敗となりました。でもプレイオフ出場の可能性が消えてしまって、まあ、残るは12日のバックス戦と14日のセルティックス戦ですね。この2試合です。まあ、どちらも東地区の上位3チームなので、すごく強豪なんですけれども、まあ、そんな強豪のチームとプレイオフ前に戦えるっていうのはすごくいい経験だと思うので、まあ、残りの試合も怪我なく思いっきり八村選手には暴れてほしいですね。また NBA は8日に6つの表彰部門のファイナリスト3人を発表しています。新人王の候補には、グリズリーズのジャ・モラント、ペリカンズのザイオン・ウィリアムソン、ヒートのケンドリック・ナンが選出されて、今回ウィザーズの八村塁は選ばれなかったということですね。まあ、新人王の可能性はなくなってしまったんですけれども、オールルーキーファーストチームっていう新人の中でベストの5人が選ばれるチーム、
このチームに入る可能性はまだ全然あると思うので、引き続き注目してほしいところですね。はい、続いて女子バスケのニュース。元日本代表大崎由香が現役引退を表明。10日に元日本代表の大崎由香がインスタグラムを更新しました。先日発表された女子日本代表候補の選手たちに触れつつ、私のチャレンジはこれで終わり、ついにバスケット人生に終止符です、引退しますと現役引退を表明しました。まあ、現在30歳の大崎なんですけれども、まあ、旧姓間宮の方が有名ですけど、東京聖徳大中学時代には、まあ、全国大会で優勝、東京聖徳大高校時代にもインターハイとウィンターカップで準優勝をしていて、学生時代からずっと活躍してきた選手ですよね。で、渡嘉敷ラムの1学年上で、まあ、この渡嘉敷とは本当にインサイドのライバルって感じで、しのぎを削り合ってきたんですけれども、高校卒業後は、ジョモサンフラワーズ、まあ、今のエネオスサンフラワーズですね、に入団して、2009年から日本代表としてもずっと活躍してきた選手ですね。まあ、2010年代の女子アジア選手権優勝とか、2016年リオオリンピック、ベスト8入りにすごく貢献をしてきた選手なので、2018年の5月に妊娠を発表されて、まあ、そこから競技を離れていたんですけれども、まあ、今年に入ってからですね、2020年の1月に東京オリンピックを目指したいということでまた競技に復帰して、女子日本代表候補の合宿に候補選手として参加したんですけれども、2月に行われた東京オリンピックの予選大会、今本当に日本代表として出場していて、まあ、スウェーデン、ベルギー、カナダとの3連戦で2年半ぶりに代表復帰を果たしたばっかりだったので、まあ、今回東京オリンピックが延期になってしまってこの決断に至ったと思うんですけれども、本当にすごく残念ですね。東京オリンピックでまたあのインサイドのプレーを見たいと思っていたの で、まだまだ多分現役選手として活躍はできると思うんですけれども、まあ、やっぱり1年の延期っていうのは本当にこの30代の選手とかには大きな出来事だと思うので、まあ、今回現役を引退されるっていう決断は本当に大変で難しい決断だったと思うんですけれども、本当にお疲れ様でしたってことを伝えたいですね。はい、今週のニュースはこんな感じですかね。毎週火曜日はこうやって1週間のニュースをまとめてお伝えしていくので、ぜひ皆さん聞いてください。もしよかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。